こんばんは、かっこいいギタリストの竹下敦史です。私はね、こういった、ガットギターの場合、もしくはソルフェジオ周波数という周波数に A の音を合わせています。これね、何をもって A かというと、こちら日本人にゆかりの深いオリンですね。一般的にはね、 A イコール440として、演奏されています。ところがね、このオリンはね 432Hz なんです。これなぜかね、非常にね、人の心に安らぎが与えられるんですね。周波数というのは上がっていけば上がっていくほど人間のテンションが上がっていきます。例えば吹奏楽なんかを聞くととても気分が高揚しますよね。吹奏楽は約ね 442Hz に設定されております。簡単なね、ベースラインがねと下がっていく、これをこのように弾きます。普通にね 440Hz で弾いてもどうしてもね、ボブマリーさんの雰囲気にならない。ある時ね、ボブマリーさんの曲をライブ版をね、それに合わせて音をチューニングしていたんですが、これね、友人である S さんがね、素晴らしい高精度なチューナーを紹介していてくれましてね、ありがとうございます。ちょっと名称の方はね、購入してからきちっと理解してからご紹介したいと思うんですが、私はね、普段この、ポリチューンというねチューナーを使ってるんですが、このチューナーではね 432Hz までチューニングができないんですよ。なかなかねステージにこれ持ってっていうのもね、難しいんですよ。その S さんが紹介してくれたね、チューナーはね、420までかな、プリセットできるんです。だからね、クリップ式とペダル式両方あるんですけどね、両方ともね、それによってチューニングができるんで、ね、非常に良いアイテムだと思います。ご紹介いただきありがとうございます。私の曲の中からね、死にゆく老人のためのエチュードという、父が亡くなったんですが、その時に、亡き父のためにね書いた曲です。これね 432Hz で弾くとね、とても心に響きます。それでは、死にゆく老人のためのエチュード、お聴きください。
432Hz 魔法の周波数ですね、人の心をとても癒します。それではね、また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。